京大ってそんなに偉いのですか？社会人経験ゼロの学生にすぎませんよね。私は高卒でスーパーの店員をしてます。中学時代の友人が京大の法学部に通っているので、今までいろいろな相談をしてきました。彼女の実家はうちの近所で、京都に行ってからは電話をして話していました。昨夜、給料が安いのは高卒だから仕方ないこと、嫌だったら大学に行くか行動をして、今まで怠けてきたのはそっち、私には何もできない。正直高卒で就職という選択肢はなかったし、親族にも高卒はいないから、そういう環境はわからない。弁護士雇って勤務先と交渉して、景気も考えて自分の身を客観視して、無資格勉強嫌いで高卒なんだから当然の結果、私はそんな生活が嫌だから大学に行ったのと言われてしまいました。バカにされて悔しくて泣いてしまいました。彼女と話したくもありません。彼女は金持ちの家庭で羨ましく思いつつも付き合ってきました。バイトしている学生のくせにムカつきます。大学なんて行っても意味ないですし、なんでここまでバカにされるのか分かりません。テレビの大卒を見てもそこまで頭がいいとは思えないですし、バカばかりです。より兄弟の彼女の方が社会的には上だということですか？彼女とは同じ小中学です。正直そこまで学力差があるとは思えませんし、私だって少しやれば兄弟に受かるでしょう。私の両親も親族も大卒はいませんが、彼女の両親を含めそこまで立派だと思いません。彼女の父はイギリスのオックスフォードという大学で、母は東京外国語大という専門学校のような名前の大学です。なりきんで肩書き大好きさん一家じゃないですか？自分が今まで勉強してこなかったのが悪い。今まであなたがどうしていたのかは分かりませんが、おそらく遊んでいたりだらけていたりしたのでしょう。その間にも彼女さんはたくさん勉強して大学に入ったのです。私だって少しあれば京大に行けるとおっしゃっていますが、滑稽です。はっきり言って社会を舐めすぎていると思います。どう考えても彼女さんの言ってることが正しいと思います。きつく言って申し訳ございません。しかし高卒と京大卒業は社会的な扱いは本当に違います。